全国比例で650万票、はい、そして10%の得票率、はい、ここを目指そうじゃないかと、はい、そして、えー、衆議院の各、えー、比例ブロックで、はいえー、議席の上積み、はいはい、それやっぱりあまりにもひどすぎるえげつなかった、裏金事件が、うんで、元を正せばパーティー券購入で、パーティー券購入は形を変えた企業権でこれやっぱりなくさないと、国民の、えー、信頼は得られないという流れを持ってきたん そして最後のテーマがいよ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 迫ってきた衆院選というところで、はい、ぜひ共産党さんのこれからの争点へのお考え方ですとかというところをお伺いできればと思っていまして、はい、これに先立ちまして9月30日に全国決体大会全国激集会を開かれています。衆院、はい、会総会ですね。はい、はい、そうです。はい、はい、その時に運動方針あの選挙の時の方針などもあの示されてたと思うんですが、私ちょっと特徴的なのと思ったのがやっぱり今のこの状況の中、政治不信であったりですとか、うんうん、与党があのいろいろまだ説明不足なところがある。 という状況下でうん、うん、共産党の選挙的立場が際立っているというような文言もありましてやはりその共産党が担ってきた、まあ、野党としての,、まあ、あの主張の大切さだったりというところを非常にこうもっと広秘めていくべきだなというふうなことをうん、うん、おっしゃっていらっしゃるのかなという気がしたんですけれどもその辺り、ですねぜひ争点設定ですとか今の政策の問題点というのをちょっとお伺いできればと思ってまして、うん、まずですね、えー、と目標数字。 というところから<ー>、はい、ちょっと数字的な恐縮なですけど、はい、お伺いできればと思っています党として掲げてるのは、全国比例で650万票、はい、そして10%の得票率、はい、ここを目指そうじゃないかと、はい、そして、えー、衆議院の各、えー、比例ブロックで、はいえー、議席の上積み、原油確保、はい、さらに議席の上積み、はい、で沖縄一区で赤嶺政権さんのオール沖縄小選挙区での勝利 はい、これが大事です。それから小選挙区候補もですね、うん、勝利を目指して果敢に奮闘しようということですね。このあたり方針のしても比例を軸にということで比例軸ですね。はい、はい、もうまさに田村さんの選挙区でもそうそうそう。はい、今一蔵でしたっけど、江戸九州沖縄ブロックが変わりません。二重のマウント。アンジのマウ、まはい を目指されていいいるるというとうこすす、はい、減るところもあありりままからねがございますそしてそういった目標に向かってではどういったところを訴えていらっしゃるのかというところをうん、うん、田村さんにいろいろと今日はあの用意していただいたものもあるというとことなので,ああで、はい、ぜひあのどういったところをまずは争点として挙げるべきかというところを伊藤さんね、はい、あのお米がね、はい、あのスーパーからなくなったというのがあったんですけど、はい、いかがでしたか なくなりました。無くなくなりました。はい。なく,くなったですね。<う>か,かでにたすからかんで。はいはい、で、困ってる方が、もう本当多かったんですよね。はい、特に首都圏。えー、はい。あの、都心部ですね。で、この問題、私、4月からやってきたんですよ。うん。 もう米不足問題が如実に現れる前から前かかららもうそうなくなるって言われてるから、はい、だからそれはどうするんですかって言ってきたんだけども実際店頭から消えたと、はい、そしたら新米が出るまで我慢してくださいっていうのはこれはあまりにも無責任でしょうとだっておじいちゃんおばあちゃんねその車持たないんですよ。ももししお米見つけたとしていいいのでで帰れななじゃないですかだからねそうめんとパン食べてるっていうんですよ。 それは国民の主食の問題なのになんて政府は無策なんだと、うん、まあこの間ずっと追及もしね、うん、そして政府備蓄米91万トン持ってるんだったらそれも生かしてねちゃんと。 米棚にお米が届くように、そして流通でとどまってるやつを届けるようにと言ってきたんだけども、結局手を負たんなかったですね。ああ、それ前から分かってたのにそうだったんですね。四月から。で入るとですね、入ったって言って飛びつくじゃないですか。はい。そうすると価格が上がっちゃうんです。そうですね。ね。だから五キロ三千超えとかあるじゃないですか。手が出ないですね。だからあのお米に限らずね、やっぱり食料自給率が本当に低いんですよこの国は。で低くて。はい。 農業基本法の審議が通常国会であったんですけども38って先進国でそれと食料自給率そうそうそう上げるんですかって聞いたら上げないと上げない上げると一言も言わないんですよ岸田総理も坂本農水大臣もほん今日ちょっと。 これ見ていただきたいんですけど、これ農林水産省が出しているね。今この国で生産できているもので、ご飯作ったらこうやと三食のメニューあるんですよね。うんはい、だからこの国で自給できているものでのメニューなんです。はい、で朝食は八枚切りの食パン四分の一というのは、うん 小麦がほとんどユウに頼ってるからパン食べられないんですよね。そうですね。焼き芋二本ってありますね。焼き芋二本。で、あの昼食も焼き芋二本です。焼き芋好きですか。焼き芋好きです。一日一四四本。四本は結構あの。しかもおかずがポッキーも二つ。うん。で、お米がつかないってことですね。お米つかない。だからこういう食生活、肉は二十一日に一皿、卵は一ヶ月に一個。はい。で、牛乳は四日にコップ一杯っていうのは、それはもう 牛や鳥が食べる餌まで輸入しているから、うん、もう自給ができないと畜産もできないし、うん、これらの食べ物も口に入らない、はいで。この状況は危機的ですよね。うん、ウクライナにロシアが侵略して、それから気候変動で、もう干ばつとかで、えー、生産ができない地域が世界中にタあって、うん、でそれがこの国に入ってこなかったらこんな食生活になるんですよ。はい、だからこの国でできる食料はこの国で生産しましょうと、うん、自給率上げましょうと言ったのに。 アンサーがないんですよ、うん、私はものすごい危機的だと思います、うん、で、米農家の時給は10円です時給10円な時給10円です、えー、はい。あの厳しい状況でそ,そうです時給10円ですだからもう目の前に田んぼがあって、うん、親から引き継いだと先祖代々の田んぼだから、えー、とにかく耕してお米生産してもらってるんですね、はい、農家の収入は低い全農家平均でも379円で畜産農家はあ収入がありません、うん、ずっと赤字です がだからこういう状況を変えてね、はい、消費者もあの安定した価格で食料が買える、うん、農家の方も安心して生産していただくそれはやっぱりもう輸入依存をやめて、うん、この国でできる食料をうっと増やして自給率を5割に引き上げると、うん、まあ九州、はい、沖縄ね、はい、あの日本の穀倉地帯もありますし、はいえー、やっぱり食料を支えている一つの大きなね、うんえー、ところなんであの農業と食料の問題は あのー、強く語っってていきたいと思っておりますうん、うん、例えば、うん、主な政策として、うん、具体的に食料自給率を上げるためにするべきことする政策というのはどういうものが上がりますかそうですね輸入自由化のですねやはりいろいろな協定を見直していくっていうことが、うん、まあ大きな世界になってくるし、はい、でもう一つはやっぱり農家に対して、えー、生産できる、うん、農業して経営ができる、はいえー、所得保障。 価格の保これは私たちが言ってるんじゃなくて多くの野党が言っていますこれはやっぱりやらないともうここ10年以内に農業をやめるとどの地域も耕作放棄地して荒れた山で熊がいっぱい出てくるそういう形になってしまいますよということで農業やりたい若者もいっぱいいますで退職したら土に行きたいという人もいっぱいいるのでやっぱり農業林業漁業 はい、光をしっかり当てた農業にしたい、成人、うん、したいというふうに思っています。そうですね。やっぱ稼げる商売じゃないとなかなかその職に就こうということがな,、ね、なりませんからね。最初は所得保障で保障をする。うん、でそのうちにやっぱり稼げる農業にっていうようなことを考えているんですか、ね。はい。だからそのなぜあの親の、えー、田んぼ継げないのか。はいうん 畑担い手になれないのかそれは農業で食べていくことができないからなんですよね。そこが今、一番手を打たないといけないところだと思ってます九州も米どころなのであのね福岡県とかにもいいろろあの熊本もありますけど田村さんもお弁当男子いらっしゃるお野菜とお米と作っていしゃる美味しくて安全な食料は日本の大地から頑張りたいと思いますありがとうございます。 まだ他にも政策があるというのそうですねさっきね、平和と、ね、その憲法違反の軍拡の話が出たんですけども、はい、それでいきますと、はい、えと4番目ですね、ありがとうございます今もやっぱりこう,うなぎ登りなんですよね、日本の防衛予算っていうのが、はい、そしてこれまでも正規って言われたんですけども、まあ、岸田政権がアメリカとの約束があって、2倍にする、うん、GDP 比2倍にするとで、7兆円台になった で、来年度の概算要求は、八兆五千億円と。うん。うすごい天井知らずの軍事拡大になってますよね。はい。で、これ、日本の防衛予算二倍にすると、うん、左側のグラフで。世界の中で、アメリカ、はい、中国に続いて、日本は三番目に位置するわけですよ。ああ、軍とランクが上がるわけですね。そうなんですよ。うん、で、アメリカと中国について、三番目って言うけど。はい。日本はそもそも憲法で、戦争放棄を掲げ。うん そしして陸海空その他の他戦力は保持しないとそう謳ってる憲法の下で、はい、こんな位置になるうんこれいいんですかと、うん、で先ほど言ったように敵基地攻撃、はい、それから、えー、武器の輸出そこまで来たということで、うん、これは本当に多くの,あの県民国民の方が、えー、心配しています。うん、でまさに戦争国家づくりの体制が九州の離島沖縄の離島でミサイル配備が進められ、うんうん それを保管する弾薬施設を作るとかで、でそしたら、えー、軍事のリスクが生まれてくるので自衛隊基地を地下にするとか強靭からとか言ってどんどんそういう流れが来ていますよね。うん、で、あの宮古、えー、八重山の島民の人たちはいざという時は九州に避難するとそんなこと考えられないですよ。うんうん、全島避難ってどうどうするんですか残された島はと、うんうん、でそしたら避難してる時いるときに攻撃はないのか。 根本的な問題もありますよね。そう,ですねうん、うん、そうじゃなくて、そういう国にしないのが政治の役割なんですよ。他国からの武力の行使をね。絶対させないと、そのために外交を頑張らないといけないですね。で、そういう外交努力が岸田さんにも感じられないし、石田さんはもう自民党切手の高さですよ。9条2項を削除して国防軍として明記するとで、今度アメリカのシンクタンクに総裁選挙の時に送った機構が。 アジアアアジア版の NATO 軍ですよ。はい、おっっっししししゃてままたたねびくりよでそれは他国の人そんなこと考えてるのかなインド軍とかオーストラリア軍とか韓国軍とか、うん、えっとか思いますけどね、うん、そうじゃないでしょうとこの国の憲法はなんて書いてありますかとそういうやっぱりあの立ち位置っていうのがね本当と自民党政治にも、うん、見られないと、うん、でそこにずっとこう急進的に入っていっている補完勢力がいる。はい だから私たち本当に日本共産党がなければねこの国の平和はもう本当どうなるのかとやっぱり平和国家としての歩みをねこれからも続けていくと、うん、で ASEAN アアの諸国を見習って平和的な構築があるんだったら、うん、それを東アジアに広げていこうという外交スタンスを持ってるんで、うんはい、まさに平和の党日本共産党頑張らなければいけないと思っております。 あの田村智子委員長もですね、うん、今回の,あの石破内閣の,あのどういう内閣ですか一言でお願いしますという質問に対して軍事統室内閣だというふうにやはりその大軍拡の動きというのを非常に懸念されていたというふうに聞いていますがやっぱりそのあたりも今回のとそ選では安倍さんでもいろいろやったと、はいはい、で岸田さんは輪をかけたと、うん、石破さんはさらに輪をかけちゃうんじゃないかというところがあります、ねうんはい、その危険性の本質を私たちは訴えてそうじゃないと。 憲法の規定に戻れと、ええ、いうことを訴えていきたいと思います。はい、筋金入りの日本共産党の出番だと思っています。はい、食糧安全保障そして軍拡あのまあ平和外交とのですね、うん、のあたりを争点をすべきだというところですね。うん、はい、ありがとうございます。はい、そしてそしてあもう一枚あったです、ね、はいそうですねやっぱり暮らしの問題ですよね暮らしの問題、はい、あのーね、やっぱり。 このお米も含めてですね物価高騰ですね、はい、2911品目なんですって、はい、10月の値上げ品目が、はい、今年最高ですね、えー、で11月まで1万品目ぐらいにいくかなと 2>、はい、で2万3万ときて今1万と、えー、1> そしたら上ががっった品目って下がらないんですよね、えー、でそこで給料が上がってるかって言ったらまあ大企業の社員さんはっていうところでとどまってるとだから私たちは何と言っても給料を上げる。 そして、えー、消費税を引き下げるこれを柱にしたいと思います。うん、新たな増税のインボイスは直ちに廃止。うんうん、もうこれで苦しんでいる人がものすごくいます。それを強く訴えていきたいと思います。給料を引き上げるのと今度は新たに一日七時間労働制、週三十五時間労働制を、はいえー、進めたいと考えています。うん、日本人働きすぎです。うん 働き方方改改革革真の働き方改革というか働きすぎ、はい、賃金安すぎ、はい、そして内企業の内部料金が今見たら539兆円ですよ。うんはい、でため込み金はためたままで従業員の給料に回さない、うんね、で賃上げに使わない設備投資も回さない、はい、成長しない30年は自民党政治でで作られたんすそうすれば賃上げの財源岸田,岸田さんも言ってたんだけど石破さんも。 2020年代までに時給1,500円と今すぐでしょと今すぐやらないと生活成り立ちませんよと特に九州沖縄強く感じますね一定岸田政権から賃上げが進んだっていうふうなこともありますがそれに学費だってむちゃくちゃ高いじゃないですかもうお父さんお母さんの顔色見たら自分は高等教育受けられるんだろうかと。 お金のないときが大学進学を諦めると、うん、大学に行っていても途中で中退せざるを得ないと、はい、この高すぎる学費を応援しないで東京大学の値上げに踏み切りますよね、うん、で、国立大学に対する大学保険なんか下げていると応援しないで学費値上げを認めるとまさに政治の無策ではないでしょうかうん、ありがとうございますやはりそのあたり、暮らしに重要な職、そしてあの。 稼ぎののとととこころろでですすか平和ねやっぱりその3点を打ち出していくというところですね。ここはまさに共産党さんがずっとおっしゃられてきたことですしやっぱりこの政権下の中で損なわれてきたんじゃないかと訴えていらっしゃるところだと伊藤さん、これです、赤旗さんですね、今、すりたてほやほやの新聞赤旗日丁版裏金問題をスクープした新聞赤旗日曜版はなんと10月6日後、石破派も裏金。 といいうまた新た新なスクープですはいはいえー、石破派のです、ねえー、政治資金パーティー2021年までに6年間で計140万円、はい、政治資金報告書の不記載になっていたと。で石破さんは総裁選の前、はい、去年12月ですかそんなことはないって言ってたんだけどもこれ不記載が、まあ、明らかになってきたとでここから逃げたいがために27日解散・総選挙。 するんですかと聞きたいですよね、うんうん、で、うでこういう事実も明らかになったということで、はい、政治と金の問題というのは今申しました私たちの政策もあるんですけどもこれは一番問われないといけないです、ねうん、いつから、はい、何のためにどうして裏金作ったのか、うん、国会で明らかにしなさいと裏金議員さんさようならと言わないといけないと思いますね。うん、で、この問題をやっぱり、えー、暴露しそして追求してきたのが日本共産党 そして、えー、私たちはなぜこういうことができるかというとやっぱり政治を金で歪める企業団体献金を受け取っていない政党交付金も受け取りをしていない、ね政,治えー生活えー、政策活動費もないだからもう国民の皆さんに「えー、清潔な政治を望まれる、うん、あなたのご支持は一番清潔な政党がここにありますよと」うん、と大いに訴えていきたいと。 思っておりりまますす、うん、はいいありがとうございますそのお金のことについてなんですけど、うん、あの企業団体献金は禁止というのを今日、さんさんずっとあのおっしゃっていらっしゃって、うん、例えば、とはいえあの例えば選挙や政治に実際にかかる資金というのはそうするとどういうふうに賄っていくとこう良さそうというか解決の糸口というのはありそうですなんか結局、それがないとなんかい,ついつまでもいつまでもこの話っていうのを繰り返してしまうのかなというふうふに思われるんですけど。企業献金は、はい、その 奉仕の精神で企業がお金出すわけじゃないんですよね、うん、見返りを求めてるわけなんですよね、うん、マイナンバーカードが何で続くかというと、はい、マイナンバーカードのシステムに当たっている富士通とか NEC とか NTT とか、はい、トッパンとか、はい、あそこの企業が自民党に献金やってるんですよね、うん、こういう関係があると、はい、やっぱり企業は見返りを求めるわけなんですよ、はい、この見返りの政治が自民党政治じゃないですかそしてキックバックが出てくる、うん、不明なお金が出てくる で机の引き出し、議員会館の自分の机の引き出しに入れたまんまと。とこれ雑所得ですよね。うん、税務署に所得で、納めなくちゃいけないんですよね。そんなところも、全く不問にされている。全、うん、然真相解明されているで、うん、ここはやっぱり大事なところです。はい。はい。お金の問題は、うん。やっぱりそこを禁止して、そういうところが受け取らずに、まあ偏りがないような政治ができれば。そうです。あの個人献金です。個人献金、うん。はい。あの個人献金。と、それから、機関誌赤旗の事業収入で。 私たちは、あの、政党の経営をしています。うんうん、やれ、や、やればできるんだから、はいうん、そうやればいいじゃないですか。うん、で、あの、これは通常国会でも、基本として盛り上がったんですね。うん、企業献金を受け取っていた、あの、他の政党さんもですね、やっぱり廃止だという流れができたじゃないですか。それ、やっぱ、あまりにも。酷すぎる、えげつなかった裏金事件が。うん、で、元を正せば、パーティー券購入。で、パーティー券購入は形を変えた企業献金。 で、これやっぱりなくさないと国民の、えー、信頼は得られないという流れ持ってきたんです、うん、これはやっぱり大きかったと思いますよね、うん、でそれやっぱり貫のこうと思います、うんはい、で私がね、共産党に入ったのはやっぱりお金に清潔だから入ったんですよあそういうことです、ねはい、あきっかけが私の原点はそこなんです、はいう ありがとうございますまさに共産党さんとしても,もう今までの活動を実らせるためのチャンスという風なところですが、はい、最後に1つだけ教えてください、実は今回の選挙、田村智子委員長大制になってから初めての選挙、あの総選挙ですね、このあたり田村新体制になってからこう例えば党内の雰囲気がこういうふうにこう変わったですとか、まあ、それによってこういうふうに選挙に向けて動き出しそうだみたいなところの1つ、最後にお伺いできればなと思っているんですが。はいはい あの、田村智子委員長期待がありますね。伊藤さん、あの各地のね、集いとか演説会でね。私はあの、初めに聞かれるんですよ。田村智子委員長と田村隆明さんは。夫婦です。違います。でも、兄弟でもあります。でも、がっちりスクラム組んで。行き詰まった、この政治を打開し、希望の持てる日本の政治の夜明けのために、私たちは頑張ります。やってますね。で。 委員長ですね何、うんはい、と言っても桜を見る会の問題で安倍政権を窮地に追い詰めましたよね。追及するですよね、うん、で私はあのあのそういう東京のねあの桜を見る会っていうのはちょっと縁遠,遠い世界だったんであれが明らかになってそして発信地の山口県下関とか、はい、安倍さんの地元に調査に行ったんですよ若い、ね、会社員の女性がね。 なんで私があの桜を見る会に招かれたのか未だに分かんない、えー、だからもう関係ない人まで前入れて政治の私物化しとったっていうことを私も調査で分かったんですよねあれはねやっぱりひどかったですね、うんうん、でこの裏金ですよねですからやっぱり清潔な政治ねそれからあの、えー、理不尽な政治それから癒着とかそういう許さないっていうね、うん あの田村智子委員長の方針っていうところでみんな頑張るっていうのが今ですね実は田村委員長に以前にご出演いただいたことがあったんですけど、うん、やっぱりその時もズバズバっともう歯切れよくおっしゃっていただいた姿が印象的だったんですけど、うんうん、歯切れいいですよ演説してます<笑><笑>、はい、よ声で聞いててねちょっとあの本当身内で申し訳ないですよ惚れ惚れする瞬間があるんです <laughs> なぜ 女性の賃金は男性と比べて低いのか。なぜ女性だけが家事と子育てを押し付けられるのか。なぜ女性は結婚すると夫のせいを名乗らなければいけないのか。世の中なぜなぜばっかりじゃないですか。とか言ってやるわけです。あ、今ちょっとすごいあの似てましたね。似てましたね。はい。ね。宇宙クルーが煽り向いてくる。そうですよね。で私もうそのままパクってなぜですか。はい。あなたのなぜに私たち共産党は答えますっていう続きを作って。はい。 2021年も戦いました、はい、もうちょっと委員長の演説聞いてバージョンアップしたいなと思っなるほど、それが2022年だから、はい、あの田村智子委員長で、はい、やっぱり私たちはジェンダー平等社会を作る党の綱領に位置づけてますから、はいだえー、選択的夫婦別姓制度これはもう絶対やらなきゃいけません同性婚、うん、LGBTQ、平等法の提出、うん、個人の尊厳大切にねで多様性が尊重される 当たり前の社会を作っていく。世界の当たり前を日本の当たり前にするっていうことを田村院長先頭にやっています。うんはい、ここがあの。まあ。院長の。推しでもあるし。はい。はい、<laughs> 私たちが握って話せないところだと思っております。<laughs> はい、ありがとうございます。はい、それではもうじっくりとお伺いさせていただきました。はい、はい。ちょっとまたお忙しくなると思うんですが、ぜひぜひまた次回もご出演いただければと思いますので。のあ、私でいいですか?。もちろんでございます。はい。はい またぜひよろしくお願いします喜んで参加さていただくはい、はい、ありがとうございます、はい、それでは今回の動画以上になりますぜひ高評価チャンネル登録そしてコメントを寄せください本日もありがとうございました選曲だけに配信するバナー広告と YouTube 広告よろしくお願いします一二太郎ですよろしくお願いします一二太郎ですなんだか最近の人ってスマホばかり見て全然受け取ってくんない 何だこれスマホ世代の有権者に思いを伝えるならコネクタのバナー広告と YouTube 広告コネクタのウェブ広告は政治家専用で1,000件を超える実績があります公職選挙法のチェックも万全ですので安全安心配信する地域が選べるので抜群のコストパフォーマンスで有権者に届きます 累計1000件以上政治家のネット広告を運用して批判ゼロ政治家専門チームによるバナーの作成動画の撮影や編集もお任せください政治家専用のウェブ広告始めてみませんか